言葉自体はネイティブな米国語を使わなくてはならないので、その他の仕草や作法。誰もいねえのか。これが日本人と示せ。まあいい、シャワーでも浴びるか。あら、なんで鍵かけねえんだよ。悪い悪い、今まで一人暮らしだったから忘れてたじゃんよ。アイホ、とりあえず巻いときなさい。二人とも裸を見られてなんともないのって、美佐子は美佐子は素朴な疑問を投げかけてみたり。うん、別に騒ぐほどのことでもないでしょ。この子は子供で私らは大人じゃんよ。それは大人っていうよりおばはんっぽいかもって。美佐子いたたた、だからちょっとは警戒しろっつってんだろ。ということがあったのって、美佐子は美佐子は事後報告してみたり。それならばすでにネットワークを介して配信されているので、わざわざ口頭で言い直す必要もないのではと美佐子は冷静に指摘します。口頭で何度でも言いたいのって。美佐子は美佐子はあの理不尽を許せずにいたり。それでマンションのオートロックの締め出しを食らうとは間抜けな状況ですね。美佐子が通りかからなかったら、あなたはずっと一人ぼっちだったのでしょうかと美佐子は腹の中でこっそり笑ってみせます。悪いのは美佐子じゃなくてオートロックなんだもんって。美佐子は美佐子は憤慨してみる。おい、あのクソガキはどこ行ったんだ。